こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、皆さんからいただいているお手紙シリーズ行ってみたいと思います。頑張れんでいいで、適当でいいで。はい、ではいただいているお手紙読みます。私は36歳の主婦兼パートで保育士です。子供は7歳小1女の子、5歳年中男の子、2歳保育園児男の子、0歳10ヶ月保育園男子、みんな2歳差の4人。すごいね、4人です。保育は発達障害のお子様たちの療育施設で働かせてもらっています。とてもとてもやりがいのある仕事で、この仕事に出会えて感謝しています。さて、私の相談なのですが、女性ホルモンバランスの変化についてどう夫に伝え理解してもらえばいいかが知りたいです。私は2歳上の夫が大好きです。ハートハートついてます。はい、できる限り夫の期待には応えたいし、いつまでも可愛い妻でいたいです。しかし、一人目出産後から今まで感じたことのない得体の知れないしんどさ、イライラ、頭にカッと血が昇るような感じがするようになりました。夫はそんな私の姿にびっくりしたと思います。それは当然だと思います。本人の私ですら、産んだらこんなに感情の起伏が激しくなるなんて全く知らなかったのですから。そうこうしているうちに2人目、3人目と次々と授かり、夫も私も出産したら一時的にイライラする時期が来るということをなんとなく学習していきました。よし、3人産んだし、これから仕事に集中しようと思っていたら、すぐ4人目を授かり、またまたホルモンバランスなのか、精神不安定な時期に入り、よくメソメソ泣いたり、イライラが止まらなくなりました。夫には、なんでそんなにいつもイライラしてるん、手伝おうとしてもやり方が違うって怒ってくるし、みんなママに気使ってるでと言われました。その通りです。私もこんな状態の自分が嫌ですし、変わりたいと思っています。でもイライラが、頭痛が止まらないのです。夜はよく眠れてる方だとは思いますが、栄養不足なのかな、割と食事には気を使ってるつもりなんですが。4人目を無事出産し、4月から仕事復帰、幸せな家庭、恵まれた職場、何も不自由のない恵まれた環境なのに、なんでこんなにしんどいの、というか常にイライラしてしまうのはなんでなんでしょうか。ちなみに、たまに一人の時間や夫と二人の時間には平安が訪れます。職場でも他の子どもたちには全くイライラしません。イライラするのは我が子にだけ、我が子と夫と一緒にいる時だけ。特に朝起きてから家を出るまで、保育園帰ってきてから寝かしつけまで、4人を一人で見ている時、イライラマックスです。もっと穏やかで優しいママになりたいです。特に夫にこの私の状態をどう理解してもらえばいいのかが分かりません。夫に、私は今キャパオーバーな状態で自分でもどうしたらいいか分からんねんと伝えましたが、諦めたら終わりやというようなことを言ってきます。もっと私が頑張れば、またいろいろなこだわりを捨てればいいのでしょうか。私はいろいろなことをきちっとしたい派、夫は自由にのびのびしたい派です。互いの違いが尊いと思うのですが、子供はママのイライラをどう見ているのでしょうか。イライラとの付き合い方、イライラしている女性への対応などが知りたいです。ここはマークさんお願いしますって書いてありますよはい、これはホルモンバランスのせいでしょうか。子供が小さいから一時的に大変だからなのでしょうか。イライラ しなくなる薬や漢方ってありますか。またいろいろなことが一気に起きるとパニックになってしまう障害なのか、もう分かりません。はい、ということです。これイライラするでしょうよ。だってさ、
7歳5歳2歳10ヶ月やで、4人やで、しかもこれ寝かしつけまで1人やってるんでしょ、ほぼワンオペやん、保育園帰ってきてから仕事もしながら4人を寝かしつけまで1人やってんのよね、イライラして当たり前でしょうっていうのがまず思います。で第1子産んだところからっていうことだけど、第1子で終わったわけじゃなくて、そこから2年ごとにどんどん増えていってるわけだからね、そら大変やと思いますわ。イライラして、いやこれでこの環境でね、逆にねイライラしなかったらそっちの方が大丈夫って思いますよ私。イライラしていいんじゃないですか、そのイライラしてることにこのご本人がしんどいのよね、うん、そこに関してはまずまあだからイライラして当たり前だという認識で言いましょう。イライラしないためにどうしたらいいか、これはこれ手紙にも書いてあるわ。子供たちがもっと大きくなっていって、第4子さん今10ヶ月の子がせいぜい5歳、だから5歳7歓9歳11歳そこまで来たらだいぶこの彼女の状態変わってると思います、ママの状態、うん、またそれをそれで11歳とか乗ってきたらまた大きくなってくるゆえのクソみたいな、なんやねんみたいなあるんですけどね。だけど今のそのしんどさっていうところに関しては、うん、第4子が5歳になった頃には大きくいろんなことが変わってると思いますって考えて、今もう10ヶ月やから、まあこのイライラが続くのはあと2年3年じゃないかということがまず一つ言えると思います。はい、期間限定やで、だからね、ずっと続いていくんやったらこれはねあかんなってなるけど、まあ、期間限定で、で仕事もちゃんと行けてるし、で恵まれてる環境でっていうこともご本人はちゃんと分かっていらっしゃるから、その病的なねそういうこうイライラとは違うかなと思います。単に産んでいってずっと産後、はい、妊娠してっていうその大きな変化、こうホルモンの変化もう書いてある、ホルモンのバランスの変化書いてある、分かってあるね、もうこの変化によってそれで体と心がもうなんかあっち行ったりこっち行ったりもうついていけないみたいな状態になってるだけなのでね、だからまあこれ第4子で終了、産み終えなんであればここから先は安定していく方向に行くと思いますので、そんなにねビビらなくてもいいかなと思うんですね。旦那さんに対してね、旦那さんのこと大好きです、ハートって書いてあります、いいですねこれはね、すごく素敵だなと思うんですけど、できる限り夫の期待に応えたいし、いつまでも可愛い、いつまでいたい、この気持ちはもう素晴らしいと思います。その状態でこう旦那さんにね、今は私キャパオーバーな状態で自分でもどうしたらいいか分からへんねんって伝えたということなんですけど、こんなん伝えられてもパパもっと困るよね。でママが分からへんねんって言うてることを、でその本人でもないパパがそれを聞かされたところで、じゃあ俺できること何もないわけですよ、思いつかないですよ男性は。うん、でもこれはだから伝え方の問題で、キャパオーバーでどうしていいか自分でも分からへんねんけども、じゃあどうしたらいいかっていうところちょっと一緒に考えましょう。まずそのイライラを抑えてくれる漢方薬はあります。なので漢方薬局とか行ってもいいんですけど、高いんですよ漢方薬局で買うとね。なのでとりあえず婦人科とかに行って、そのホルモンバランスをちょっとこう安定させてくれるような、そういう漢方を内服処方してもらうのも一つありかなというふうに思います。ただ漢方は即効性はないですからね、西洋薬と違って東洋系のそのお薬っていうのは、漢方は体質改善、自律神経、そのホルモンの変化に対する体の適応っていうところを徐々に安定させていきましょうっていうものだから、即効性はないかもしれないけど、でも半年1年とこう続けていくことで安定してくると思いますので、漢方はあります。だから一回婦人科で相談してみるのもありかと思う。で今生後、一番下が10ヶ月っていうことなんですけど、もう生理は帰ってきてるかな、ね、うん、帰ってきてるかな、2年ごとに産んでるしっていうのもあるんですけど、そんな気がするんですけど、もしまあ生理はもう帰ってきて女性ホルモンが次に進もうとしてるんであれば、それも多分イライラの一つの原因になってる可能性もあるかなと思うんですね。生理前になるとイライラするってことはないですか？排卵期になるとイライラするっていうことはないですか？生理中期特にイライラが増すってことはないですか？その自分の青春期の中のどの辺でイライラが来るんやろうかっていうのをちょっとね、自分で意識して見てみると、一貫性したパターンが見えてくる可能性もあるかなというふうに思います。でそういうことであればやっぱりホルモンが影響してるなっていうのも一目瞭然わかるんでね、その場合はじゃあ次の出産5人目っていうのがもしないんであれば、一つピルを飲んでその女性ホルモンの変化っていうところを安定させてあげる、一定させてあげる、
うん、それも一つの治療法なんかなって思うんですよ。で、日本人どうしてもピルって言われるとすごい抵抗がある人多いんですけど、もう欧米では当たり前に飲みます。避妊っていう理由だけではありません。ホルモンバランスを安定してあげて、メンタルで行動面であったり、精神状態であったり、身体的なものであったりっていう、そのパフォーマンスを上げていくっていうね、女性が女性らしく自分らしく生きていくっていうところに加担してくれるのがピルなんですね。なので怖がらず、一回それも含めてね、婦人科で相談しに行ってもいいんかなっていうふうに思います。で、旦那さんに伝えることは、どうしていいか分からへんねんじゃなくって、これとこれをまずやろうと思う、うん、っていうことを伝えてもらって、で、その上でとにかくその気合で、精神論で諦めたら終わりやっていう、そのなんかあのすごいなんスポコン根性みたいなことじゃなくって、諦めでも、その頑張ってもできひんことって、ホルモンっていうのはそういうもんだよね、女性にとってね。頑張ればそれでなんとか回るんやったら誰も苦労しないんですよ。これ更年期障害とかでもそうだけど、つわりもそうだけど、頑張って気合で、ね、意識すればそれでその症状を改善するものではないでしょ。気合の問題じゃないんですよ、これ。うん、ってなったら、そこに対してやっぱりその諦めたら終わりやって言われたら余計落ちるんですよ。余計に症状ひどく出るんですよ。そうじゃなくて、そっか、しんどいんやな、イライラするんやな、そうかっていうところをこう理解してもらって、うんうんうんって聞いてもらう、そこにこう否定をしないで聞いてほしいっていうことを伝えるっていうのが、旦那さんへの伝え方の一つのコツですよね。で、旦那さんには、なんでそんなにいつもイライラしてるんね、だからこれイライラしてる理由、彼も全然分かってない、多分彼女以上に分かってないわけじゃないですか。だからホルモンってこういうもんやねんって、それに対してこういう症状が出るねんって、でホルモンに対するイライラとか、この身体症状っていうのは気合のものじゃないねんって、これはちゃんと治療したりとか、もしくはそういうものであると受け止めるしかないねんっていうことをちゃんと伝えないといけないね。子供たちみんなママに気使ってるでっていうところに関しては、これは、ね、大丈夫です。私も同じような経験してきましたけども、子供はね、あ、ママはヒステリックだな、また怒ってるなぐらいにしか思ってないですよ。そこで本当に極端に手を挙げてしまったりとかね、もうイライラが一日中もう24時間ずっとイライラして暴言吐いてるとか手を挙げるとかやったら問題ですよ。でもこれイライラしてるって書いてあるけど、多分このママさんもイライラしてることが1日のうちに何回かある、でも全部が全部そうじゃなくて、穏やかに4人と喋ってることも笑顔で接してることもいっぱいあると思うんですよ。そこを一回自分の胸に聞いてみてください。24時間ずっと四六時中イライラしてますか？違うでしょ。うん、だからそのずっとじゃなければ子どもたち大丈夫なんですよ。ここでスイッチ入れたらママこうなるだみたいなことを子どもたちも経験しながら、人との関わり方、人って感情があってね、ヒステリックになることもあれば、あれ今日は穏やかだなっていう日があったり、いろんなパターンがあるんやなっていうのを、この4兄弟という兄弟多いこともメリットやし、でママのそのもう理不尽なその行動とかを見ながら、上手なその人との関わり方、ソーシャルスキルっていうものをね、学んでで行くんですよ。だから同じことで、ね、イライラしてこういつも怒り散らしてるっていう状況があるっていうことは、子どもたちはそのママがのイライラ、ママがぶつけてきたその理不尽な接し方に関して特に答えてない、響いてないから、また同じことをやらかすわけですよ。うん、だから子どもたちはどう考えてるんかなっていうところに関しては、それを通して子どもたちはいろんなソーシャルスキル、大事な生きていく上で絶対必要なものをうまいこと学んでいってるでと私は思います。彼らが、子どもたちがどう思ってようと、あ、また怒ってるわ、嫌やなって思ってるとは思いますけどね。でもそれが心に影響を及ぼしたりとか、彼らの成長、育ちっていうところに悪影響っていうことはないと思いますので、うん、そこはそんなに心配しなくていいです。で、一番最初に言ったように、ずっとは続かないの、ね、第4子が4歳5歳ぐらいになった時には絶対今の状況は変わっていってて、ママも穏やかになっているはずなので、またその先には更年期がありますけどね、うん、でもしばらくは大丈夫なはずだから、そこに向かって、期間限定やから子供らもごめんやで、こういうイライラしてるママにいらんことしたらやけどすんでぐらいの、そういう気持ちで関わってあげたらいいんかなと思います。だからあまりにも自分がしんどい時は、まあ、婦人科行って漢方もあります。で、ピルを飲むっていう方法もあります。女性ホルモンを安定させる方法あります。いろんなやり方があるので、で、旦那さんにこうしたらいいんちゃう、ああしたらいいんちゃう、スポン根性、気合だ、諦めたら負けだじゃなくて、
そうかしんどいな、頑張ってくれてありがとうなって共感をしてもらって、こうママの言うことに同調してもらって、否定されることなく話を聞いてもらう、そういう時間を取ってほしいんだっていうことをお願いするっていうことでいいんじゃないかなというふうに思います。4人育てて2年秋で、もうほぼ1人でね、仕事もしながら立派でございます。はい、イライラして当たり前です。イライラしない方が怖いです。そういうイライラしちゃう自分、それがダメっていうふうに思わないで、それが当たり前でも期間限定だから頑張ってそこを乗り越えていこうっていうぐらいの感じで言ってもらったらいいかなと思います。立派です。第4子、はい、12人目産んじゃいました。助産師久子の子育て学校、チャンネル登録してぜひ入学してください。笑顔で子育て、応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで、適当でええ。